桐生院翔さん、お疲れ様でした。お疲れ様で す。ここからのお時間は赤い公園のオールナイトニッポンゼロにお付き合いください。ここで台風19号についての最新情報を岡デスクに伝えてもらいます。よろしくお願いいたします。岡デスク、ありがとうございました。この後も番組の中で台風19号の情報をお伝えしてきますので、引き続きラジオをチェックしていただければと思います。それでは参りましょう。せーの、はい、赤い公園のオールナイトニッポンゼロ。改めましてこんばんは、赤い公園ボーカルの佐藤千秋です。ギターの角前沙です。ベースの藤本ひかりです。ドラムの歌川奈央です。いやいやいや、やってまいりました。3夜です、3夜、うん、3度目の正直ですね。3度目の正直ですよ。台風来てますけどね、あの、うん、お家の中で楽しんで聴いていただけたらなと思います。そうそう、ラジオ日和じゃないですか。そうですね、うん、ゆっくりと ね今日はね、いっぱいね、だからね、楽しい企画ご用意しておりますよ。はい、今日も、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。お願いします。それでは早速いっちゃいますか。はい、今夜のスペシャル企画はこちら、モンスターハンター 4P。大事なとこ聞こえなかったよ、今。 4P ね、4P、10月11日に発売されたばかりの任天堂 3DS 用ソフト、うん、モンスターハンター 4G、うん、早朝の渋谷には400人以上の列が並んだとニュースにもなってましたが、今夜は番組でモンハンをやります。マジで？どういうこと？ラジオで通信対戦しましょう。ただしこちらはモンスターハンター 4P です。 4P 4あ 4P って言っても変な意味じゃないですよ。ちょっと、え、ど、ど、どれがどうなってるの？赤い公園右手に、あのレッドパーク、ほら、右手に左手にって何？赤い公園の公園、右ポケットに、パークの P です。パークの P 取って 4P。 はい、ルールは簡単です。私たち赤い公園のメンバーがモンスターとなります。もうモンスターみたいなもんですけどね。特にあなたはね。うるせえよ。モンスターである私たちを笑わせることができたら、私モンスターみたいかなとか、遅いよ。そう、私たちを笑わせることができたらリスナーハンターの勝ちというクエストです。クエストって言うんだよね。そう、モンハン用語で。全然知らないです。モンハン用語でね。そう、歌川さんはモンハンやってますもんね。やってますけど、うん、この新しいのまだ買ってない。買えー、つまり初心者だし、うん、面白いメールを送ってくれればいいっていう、笑わせられるってことでしょ、こちら側が、ね、みんなだったらね、笑わせられるんでしょうよ。わー、上がった。私たちはなかなか角リーダー、ハードル上げてきた。早すいご用でしょうよ。私たちモンスターを笑わせるための武器は、一発ギャグ、うん、ダジャレ、面白いエピソード、ね、面白い画像、画像でもいいじゃんね。などなど、どんなものでも OK です。直接笑わせたいという勇気あるリスナーハンターは電話番号も忘れずに。はい、受付メールアドレスは赤いアットマークオールナイトニッポンドットコム、赤いアットマークオールナイトニッポンドットコムです。赤いのスペルは AKAI です。間違えないようお願いします。はい、そしてスマートフォン向け放送局ノッティビーでもスタジオのライブ映像とともに同時生放送でご覧いただけます。対応スマートフォンをご購入いただき、会員登録をしてノッティビーでのオールナイトニッポンゼロもぜひぜひ楽しんでください。よろしく。はい、さらにノッティビーでは火曜日朝7時からと週末に再放送をお送りしています。詳しくはノッティビーのホームページをチェックしてみてください。はい、寝落ちしちゃってもそちらから見れるのでよろしくな。よろしくな。さあ、それでは参りましょう。赤い公園のオールナイトニッポンゼロ、はい、まずはこの曲からスタート。10月29日リリースのゲスの極み乙女のニューアルバムから1曲です。ゲスの極み乙女で、はい、デジタルモグラ。お送りした曲はゲスの極み乙女でデジタルモグラでした。イエイ、なんかちょっと慌てちゃった今。ちょっとかっこよかったね。かっこよかった。全部言ってたよ、課長が。あ、ゲスの極み乙女って言ってた。日本放送をキーステーションに全国ネットでナウオンエア。赤い公園のオールナイトニッポンゼロ。
東京千代田区有楽町日本放送キーステーションに全国ネット赤い公園のオールナイトニッポンゼロ。今夜のスペシャル企画はモンスターハンター4、ホーピー。危ない危ない、危ない、ということで今夜オールナイトニッポンゼロのフィールドに現れた4体のモンスターをご紹介しましょう。スノテスカトリー、よろしくお願いします。イエイ。続いてウタボレアス、ボレ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 なんか安っぽいモンスターな。ボレボレ。続いてシロタンガーン弱そう。そして最後はババコンガこちらですね、どこら辺が私に被ってるっていうのが、あのババコンガで検索すると画像が出てきて、それがあの一目瞭然なので、あの今すぐに画像を検索してください。よろしくお願いします。今画像を見せてもらったんですけど、 TV に見せてあげて。しかもさ、これさ、みんな結構名前にさ、つなんで文字ってあるのに、ちっちゃんだけさ、ね、ババのやつまんまだから。これなんだろうね、カバとゴリラのハーフ的な、コンガだからさ、コンガってゴリラ的なやつ。ババコンガさんの意気込みも聞きたい。え、ババコンガの意気込み、ババコンガさんの意気込みお願いします。どうぞ。頑張ります。普通かよ。いやいや、これさ、まあね、すごい。でもこのあのババコンガの説明が、珍獣の中の珍獣ってなって。いやでもさ、これね、多分ね、スタッフさんがまあまあゴリラっぽいんじゃないかっていう、ことで。そういうことだろうね。そう、ちょっと待って、ババコンガ攻撃フン投げるの、すごいね。おならするんだ、ちょっと。もしかして、おならされたこいつ。乙女21歳、ギャル版の目張ってる。目張ってんな。目張ってるボーカルがね、フン、フンを投げて、おならをするっていうね、はい。そんなババコンガですけれども。はい、モンスターハンター 4P は、クエスト対象となるモンスターがホイッスルあります。はい。はい。ホイッスルを加え、他のメンバーがメールを読み、はい、ホイッスルの音が鳴ったらリスナーハンターの勝利となります。つまり笑っちゃったらってことですね、はい、うんうん、であのリスナーハンターさん勝ったら赤い公園公認のハンターの称号として番組ホームページに掲載されます。へー、名前が、名前がってことですか。ラジオネームが公認ハンター、これでもだからその、ね、ホイッスルはさ、ちょっと笑っちゃったら鳴っちゃうってことだよね。そう、ちょっとの息でもこうってさ、さ、あの今加えてさ、私の顔見ただけで笑ったんだ。やめてくれ。ババコンガ見ただけで笑っちゃった。純粋なハテナの顔してたから私もモンスター笑わせてもらう側ということでですね、モンスターとなるメンバーを一人決めないといけないんだよね、これ。それ今回一人ってこと？今回まずさ、まずね、あのまず第一回目だから、うそうだ、ね、ちょっとさ、あの一番赤い公園で、まあやっぱ笑いの沸点が低い、そうだ、ね、すぐ笑っちゃうのって一斉のせいで名前出していってみよう、一斉、うん、のせ、光さん、私です。はい、万丈一致で光さんで、うん、光じゃん今日モンスター、シロタン、シロタン、シロタンだよ。あ、そうか、シロタンだ、シロタンね、シロタンじゃないわ、シロタン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 、じゃあシロタン、あのホイッスル加えてもらって。いやでも笑わないって言われたら笑わないよ。早く加えろよ、お前。加えろよ。加えました。加えました。誰かがこう読むってことね。じゃあこれで歌側、いや歌側じゃない。何？歌側は何？歌バレス。歌ボレアスが。歌ボレアス、角。角テスカトル。テスカトル、ババコンガ、ババコンガが。順番にメールを読んでいく。メールを読みます。これね、ずっと加えてるとよだれ垂れてくる。いや垂らせ垂らせ。いいと思うんですね。でね、これそのリスナーハンターさん、勇気ある人にはね、うん、こちらから電話をしたいと思います。おぉ、まあでも電話してどうなるんだろう。だから電話、電話先からも攻め込んでくるってことでしょ。電話でその一発ギャグを言われるってことでしょ。さぞ、さぞね。さぞ、ね、笑わせてくるんだろうね。まずメールでさ、何通か読まれさせたら。笑わせてごらんなさい。メール送る人もさ、私たちが読んでさ、しらけたら、私たちがやけどみたいになるから、だよね、そういうのをかぶせるのやめてほしいから、面白いやつで。白タンがね、笑いそうなやつ一個ありますよ。何何？じゃあ、読んでいいですか？はい、角テラスよろしくお願いします。はい、ラジオネーム、北海道、パースケさん。はい。それは、大きめのレーズンですか？いいえ、それは、山村もみじの乳首です。はい、非常に。しかもなんか光のホイッ
する、加えながら、全部空気横から出てるから、ピーって全然ないから、ね。今、ひかりさん笑いましたよ、素人。あ、ほっか、ここ、じゃあ、北海道のパースケさんは、掲載された赤い公園、公認のハンター。公認ハンターだ。今から悲しいこと考える。ちょっと、素人弱くないですか？じゃあ、もう一つ言っていいですか？はい、どうぞどうぞ。じゃあ、私、クラジオネームとか紹介していいですね。じゃあ、ラジオネーム、桜井ジョーカーさん。はい。いきます。スシローのレーンで、シロタンが回ってきた。ちょっと待って待って。失格あー、意外と。いや、私意外と、かわいいとかで笑うと思ってた。意外と大丈夫でしたね。本気だよ。だって今、シロタンだもんね。うん、シロタンだから。モンスターだね。じゃあ、私行きますわ。はい。ババコンガ行きます。はい。北海道バスケットカウントさん。もうやめへん？鼻からうどんダンスのアリーナしか笑ってへんやん！お、強い。で、今の完全、今のニュアンス、いいかよ。いや、でもこれね、カッコで、佐藤さんが高田組のモノマネで読んでくださいって。ああ、なるほどね、なるほどね。演出つけてきたらバスケットカウント。演出つけてきたけど、負けだかんな。これさっきの思ったんだけど、今3人読んで、うんうん、読み方大事だね。なるほどね。うちらね、つおさんの読み方ね、ちょっとね、うん、ずるいね、あれ。間がね。間がずるいよ。普通に読んだんだけどな。間がずるい。みんなちょっと弱いっすね、まだね、うん、リスナーハンターさん。私ね、次あれだな、なんか、これ来てんだけどね、ラジオネームスペシャルウィークさんっていう、はいはいはい、来てんだけど、全然面白くないから読まない。やば全然面白くない。これは、モンスターを変えていく変えていきますか。よし。ああ、そっか、笛を加えるモンスターを。じゃあ、次に。じゃあ誰、誰私結構弱い。でも一番さは強そうに思われてそうだよね。うん、一番強そうで一番弱いからね。私、クソザコいからさ。じゃあ、つむさんいきます。いきますか、はい、じゃあ、ひかりさん読む？じゃあ、私。あ、違う、シロタンだ。じゃあ、これだな。これね、モンスターの名前忘れるね。はい。いきますね。じゃあ、ラジオネーム、マキナさん。いいですか？うん。はい。シロタンが言わなそうな一言。お前、先にシャワー浴びてこいよ。あちゃ。なんかちょっとムカッとしたんだよな。そうだね、これね。ムカッとするんだよ。これね、えなりかずきさん。あ、で、やったろうな。見たことあるわ。まだみんな甘いね、その送ってくる、ね。それアンパンマンでやったら多分面白いよ。そうだね。お前、先にシャワー浴びてこいよ。似てねえ。それ、坊ちゃんだね。思う。先にそう。そっちの方が面白い。じゃあ、私行きます。はい、ババコンガ行きます。はい、これ初の画像付きです。はい。これ、割と、ね。見るの見るの見る見る。見ていいんだ。いくよ。愛媛県ラジオネーム。なにこれ。うさぎ後輩、うん、うさぎ後輩さん。以前、大阪の釜飯のお店で見つけた絵です。あのね、笑わなかったんだけど、うん、笑わなかったんだけど、ちーちゃんね、うん、ねパッて見えたんだけど、うんうん、まず絵の前に、うんうん、これネズミ後輩だね。私なんて読んでた？なんて読んでた私？うさぎ後輩。怖い。それが気づかない。ネズミ先輩とかけたんだ。うん、あ、でこれね、釜飯の店で見つけたよね。そうそう、こっちほんちゃん、こっちほんちゃん。あのね、釜飯の、だからまあ器と蓋の間に、うん、まあセクシーな女性が、あ、いや、これあれだね、絵の横に、うん、秋の味覚、カマーンかけてんだね。ちょっとね、でもこの人ね、面白かったんだけど、ちょっとね、うさぎ後輩に引っかかっちゃった。ごめん。ちーちゃんのせいだわ、それは。ババコンがいけない。ババコンがのせいだわ。じゃあ、私じゃあ、はい、歌ぼれやすいきます。はい。新刊ナッツさん21歳。はい、あ、よくくれる人。いきます。はい。先日、母と食事に行ったとき、母がペペロンチーノ、ペロペロチンチーノと言い間違ってます。おめでとうございます。新刊ナッツさんは公認ハンターになりました。おめでとう。何もう一回言って。もう一回言って。ペペロンチーノをペロペロチンチーノと言って。いや、お母さんわざとだよ。みんなだから下ネタに弱いんだな。モンスターハンター 4P だね。だから、シモネタ、ペロペロ、もう、そうだし、待って、すいません、待ってください。それのどこが下ネタなんですか？次行こうか。じ
ちょっとよくわかりません。次じゃババコンガ。ババコンガさんで。ババコンガに。ボロコンガ、うん、ババコンガが加えますか、はい、はい。そうですね。装着。うるせえ。増えないかな。新しいやつなんか。新しいやつ。多分。これババコンガダメな気がする。ババコンガが笑いそうなのがないんだよな。ババコンガ。ババコンガ強いよ。これ私。強いからな。私、つのさん読む？どうしようか。難しいな。ちょっとみんな。あ、これもあんま面白くないな。じゃあ、カズーちゃん当たるよ。うん。カズーってこう。カズー、打とっか。じゃあ、ちゃん、女子。はい。じゃあ、ババコンガさんに。はい、これはどこだ？ラジオネーム、ラジオネームマジーさん。はい。地元の商店の棚にて、味噌ラーメン、味噌味。親切。ボディーハンター。おもろいね、それ。やったマジーさん、親切、親切。のハンターだね。これ、やっぱ読み方あるね。読み方ある。じゃあ、読み方、はい、いきます。どうぞ。はい。ラジオネーム、パースケさん。言いますよ。千秋さんの絵を描きました。結果から言えば可愛くなっちゃいました。どうぞご覧ください。見して。あ、ちょ、可愛いんだよ。ゴリラゴリラだね。上取っちゃった。上取っちゃった。ごめんごめん。ツッコミになっちゃった。ツッコミになっちゃった。失格だね。全然可愛くないよ、それ。でも目はクリクリしてて可愛いよ。そうだね。男だよね。見して見して。髪の毛が。顔面男だよね。なんかね、とりあえずね、顔面が男で、眉毛が細くて、体がゴリラ。あれ似てる、千と千尋に出てくる岩だけで動くやつ。似てるね。おいおいおい。おい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 、ね、歯が6本しか生えてないいやもうな、まだまだメール待ってます。みんな笑かして。受付メールアドレスは赤いやつマークオールナイトニッポンドットコムです。よろしく。みんな私人間だよ。もう寝ちゃうの？まだダメ。これからがいいとこでしょ。もっと一緒に楽しみましょう。赤い公園のオールナイトニッポンゼロ。お、し、に。この、お、し、りは、話しかけるだけで質問に答えてくれる秘書機能アプリ。ただ一つ問題なのは、普通の質問をしているのに返ってくるのは少しエッチな回答ばっかり。質問を勝手に脳内エロ変換するお尻を使用したサンプルを募集します。シリのパロディですよね。そう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 。これもういっぱいメール来てますね。行きましょうか。どんな感じかちょっと行ってみよう。一回これが回答するのは佐藤さんでいいんですよね。いや、お尻です。あ、佐藤お尻。佐藤お尻です。オッケー。すいません、こんにちは。佐藤お尻です。いい笑顔。じゃあやっていきましょうか。はい。じゃあ、ラジオネーム、ゆっきーさん。へい、お尻。うどんを食べたいんだけど、どんなうどんがいいかな？ぶっかけがおすすめです。これなんか設定ってとこでしょ、うん、シンプルでいいね、うん。やっぱエフェクトかかるとそれっぽくなるからすごいね。そうだね。ね、すごい。私だ、シリみたいじゃない。でも、だって今のはちいちゃんじゃないもんね。あ、ごめんごめんごめん。あ、そうそう。エフェクトとかすいません、今の佐藤お尻です。ごめん、エフェクトとか変なこと言っちゃった。ごめんごめんごめん。次行きますか。はいはい、エロいね、エロいね。ひかりさん行きましょうか。ラジオネーム、木漏れ日に包まれてさん。はい。はい。ヘイ、お尻。おすすめの雑誌は何？あん。これね、セクシーにお願いしますって書いてあるんだけど、やっぱり、こう、尻的な感じでさ、うん、答えないといけないじゃん。セクシーな。あんあんだからさ。そうなりそうだ、ね。あん。あん。じゃあ、まあ、とりあえず、じゃあ次、もう一個いきますよ。はーい。じゃあ、東京都の、真っ白ヤットさん。へい、お尻。ネットワーク回線の状況はどう？アンテナ、ビンビンに立ってます。直球シンプル、ビンビン。これはくだらないですね。ビンビン、ビンビン、深夜ですね。いいですよ。どんどん行きましょう。どんどん行きましょう。じゃあ、次行きますね。北海道、パースケさん。ヘイ、お尻。月曜のオールナイトニッポンゼロのパーソナリティって誰か知ってる？もちろんです。赤いろうそくの
皆さんです。え、これどういうこと？これどういうこと？これはボケってこと？わかんない。これボケか。あー、SM のろうそくってことだ。はいはい、一周して。今ちょっと純真無垢なとこ出ちゃった。出ちゃった。わかんなかった。本当、純真無垢なとこ出ちゃったね。怖い怖い。さっき 4P やったけど。ね、次ヒカルさん行くかい？今から聞き始めた人びっくりしちゃうね。びっくりしちゃうね。ね。さっき 4P やったけどって言った。びっくりさせとこ。びっくりさせとこ。そうですね。じゃあ、はい、続きまして。あ、先ほどの新刊ナッツさんですね。はい。はい。ヘイ、お尻。昨日から親知らずがすごく痛いんですが。今すぐ、抜いてください。せかしてんなぁ。せかして焦ってるよ。抜いて抜いて。次行きます。はい。北海道バスケットカウントさん。よく聞くな。ヘイ、お尻。可愛い人に連絡先を聞くタイミングを教えてよ。出会って4秒です。うちのマネージャーか。いや、ほんと、一回だけ一回だけってやつね。一回だけ一回だけってやつ。一回だけ一回だけってやつ。でも、こういう AV があるんだ。知らなかった。ちょっと怖すぎて。え、ちょっと待ってください。すいません。AV って何ですか？アダルトビデオだよ。アダルトビデオってどういうことですか？ということで、こんな感じの企画になってます。まだまだちょっともっとね。これ序の口だよね、この。はい。この、ちょっとさ、赤い公園の A ってエロい。あ、それエロいはいいだよ。怖い。はい、このお尻のコーナーでは普通の質問とエッチな返答をワンセットにして送ってください。はい、受付メールアドレスは赤いアットマークオールナイトニッポンドットコムでーす。日本放送をキーステーションに全国ネットで Now on Air、 赤い公園のオールナイトニッポンゼロ、お送りしている赤い公園のオールナイトニッポンゼロ。ここで台風19号についての最新情報を上村解説委員に伝えてもらいます。よろしくお願いいたします。上村解説委員、ありがとうございました。何て言ってるか分かんないよ。赤い公園のオールナイトニッポンゼロ、話せるかい。赤い公園のオールナイトニッポンゼロ、今夜のスペシャル企画はモンスターハンター 4!4P! イエイエイ、角テスカトル、ウタボレアス、シロタン、ババコンガ、はい、という4体のモンスターがスタジオに現れました。イエイ、ボレボレ。リスナーハンターの面白メールでモンスターを笑わせて討伐してください。ということで、はいはい、先ほども一回、一回しぐらいやりましたけれども、はい、もう一回やっちゃいますか、これ、はい、さっきはまだまだね、序の口でしたからね。そうそう、さっき笛加えたのが角テスカトル、ババコンガ、シロタンだから、あ、じゃあ私が歌ボレアスまだやってないので、うん、加えろ加えろ。でもさ、今のところみんな一回もうね、一回笑ってんだ、ね、そうだ、下ネタで笑ってんだ。下ネタ笑っちゃうんだ、絶対笑わねえぞ。ゲス罠なバンドだよ。おっしゃ、かかってこい。ゲスの極み乙女かなあ。すんごい、そんなにカチッとハマってこなかったなあなあ。よし、じゃあ私笑わないぞ。よし、じゃあ、はい、どうする、誰か行く、誰、私これ、ね、誰か一緒にやりたいのが一つある。え、何何何何、一緒にやりろ、一緒にやりたい。あ、はいはいはい、オッケーオッケー、いいよ。じゃあ光さんと私やりますか。やりましょうか。ちーちゃん、じゃあ、うん、ちーちゃんハモって、うんうん、あ、それハモるやつ、ハモる。ごめんごめん、私ボーカルだけどハモり苦手だわ。あ、やりますか。ハモるとこだけお願いします。はい、じゃあラジオネーム、こもれびに包まれてさんですね。こもれびに、はい、包まれながら、いきましょう。じゃあ歌います。はい、はい、じゃあいきますよ。はい、もしかしてだけど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 、おパンツかぶるとちょいモテるんじゃないの。うわー、私が笑っちゃったよ。じゃあやっぱ歌川さん強いですよ。でもね、ちょっとね、もしかしてだけど来た瞬間ピクってなる。結構このネタ弱いんだ。ずるいね。ずるいもんね。おパンツかぶると何、モテるんじゃないの。
ちょいモテんじゃないのだって。そうだね。笑っちゃったんですね、ちょっと今ね。うん、じゃあ私行こうかな。はい。次。はい。愛媛県ラジオネーム2012さん。平日の昼間からゴロゴロ、ゴロゴロ。あー。白たん。白いうんこにすり替わらねえかなぁ。あー。あー。ギリか。どういうこと？白たんが白いうんこにすり替わらねえかな。ちょっと意味がわからないんですけど。いやいや、意味とかじゃないじゃん。いやでもちょっとね、まだまだですね。しかもさ、これさ、なんかカッコでさ、2012くんがね、カッコ、飯尾さんの言い方って書いてんだけど、これ。飯尾さんって誰だろう。あ、ズンの飯尾さんか。飯尾さんと、ヤスさんの。はいはいはい。ちょ、私なんかそういうの多いね。高田組の言い方とか、飯尾の言い方とか。私、まだまだ。はい。あらあらよ。歌ぼれやすに。はい。ラジオネーム、新宿カウボーイ、金清さん。ちょっとテンション高めに行きますね。はい。酔ってんのかな、これは。こんばんはんこそば。先日ですね、近所のスナックで飲んでた時にですね、得意のカラオケでアンジェラ・アキさんの輝く人を気持ちよく、輝く人になりたくて、なんて歌い上げておりましたら、お店のママに、もう十分輝いてるでしょ？あんたのハゲ頭がさ、なんて言われてしまいました。私も、ママの方こそ、パンツのゴムが緩い割にきついこと言いますな。ありがとう、京タワーと返してやりました。ていてい痛えな。これね、いや、長えし。長えし、なんかよくわかんねえし。長え、だからまぁ、ちょっと酔ってんだろうね。長えし、長えしさ、ご丁寧にこのテンションでさ、ちゃんとカッコ何歳って書いてあるの、ちょっと読んでもらっていい ?36 歳。痛えな。働けはい、次。スナックいいね、でもね。はい、このノリ。これは、南アフリカちゃんさん。お母さん笑わないね。私、もっと弱いと思ったけど、意外と笑わない。頑張れ、南アフリカ。よし、行くぜ。これは、画像です。お行きますよ。じゃあ、見つめててください。いきなり？こと、行くよ。はい、でね。行きますよ。はい。おー、なんだー勝利それ何知ってるこれ、顔文字ね、カッコとかでさ、カンマとかで使えるじゃん。なんか寝てる。腕玉なんですか？腕玉なんですか？いや、多分顔文字で、こうやってカッコと、コンマと、なんかこういう、にょってやつで、なんか作れんだよ、こうやって。へぇー。こういうやつを、そう、こういうやつを多分具現化したやつ。横になってるやつね。これなんて書いてあるのそれ。グレッとしてんの。パンツ何色履いてる？覗いてるんだ、それ。ちょっと、北川さんの今日のおパンツのお色は。色だったかな？じゃ、本気で忘れちゃったのです。ご想像にお任せしまーす。灰色でーす。ベージュでーす。灰色じゃない。ベージュもないかな。そこじゃ次。まだ誰か行けそうですか？行きますか？これでもね。ちょっとさ、電話なくない？あ、電話してる。確かに番号書いてない。ちょっとまだみんな本気で笑わせに来てないと思う。じゃあ、まぁ一周したんで、また白タンに。はい、行きますか。変えてもらえますか。じゃあ、加えて。いきますね。加えた？はい。ラジオネーム、石川かもにくん。友達のお母さんが車の免許の卒業検定の前夜、マリオカートで練習してました。これはね、だからこう読む方もあんまり感情移入できない。じゃあ私行きます。はい、歌川さん。行きます。ラジオネーム、リバーシブル、羽衣さん。美味しいパンの食べ方。みんなで食べる。しかも一回さ、ピーって鳴らせよ。ピーって鳴らせよ。笑い声すげえ元気だけど。公認です。おめでとうございます。幸せですね。確かにね。みんなで食べたら美味しいですよ、確かに。いや、この後やだな。まあいいよ。この後やだ。違う人にするってこと。あ、私があれか、加える系？いいよ。笑ったら加える席。あ、そうしますか。では、加えます、ババコンが。私、もう一枚すっごい面白い、多分笑うの来てるんだけどさ。もう一回言っていい？歌川さん、いいですよ、来てください。いくよ、じゃあ。ラジオネーム、小ガラス丸さん。いきます。はい。イェーイ、イェーイ、お前の母ちゃん、シャムシェイド。すげえ
母ちゃんやな。シャムシェードなんでしょ。シャムシェード。シャムシェードって男だよね。そうだよ。父ちゃんなの、母ちゃんなの。3分の1以上伝わってきてる。全然な感情が。伝わらないマイハートだ。いや、これはちょっと。I love さえ言えないでいるマイハート。本当そうだよ。いやー、面白いな。おもろいなー。いやー、面白かったー。はい。でも盛り上がってきたね。ね。まだまだメール受け付けてますので、はい、いや、でもまだこれ、まあ、数にしてはちょっと足りないんじゃないかな、笑いが。はい。どん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 送ってくださいね。はい、よろしくお願いしますー。はい、じゃあ、一曲ここで。うん。はい。聞こう。ガサ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 。はい。じゃあ、これ、チェコのリパブリックで、おーいえいやーいや。はい、あなたのお耳の恋人 DJ ツノマイカです。今宵も有楽町から素敵なレディオをあなたのお耳にステイチューン。赤い公園のオールナイトニッポンゼロ、チェックイットアウト。赤い公園のオールナイトニッポンゼロ、ここでスペシャルウィークのお知らせです。来週10月20日の赤い公園のオールナイトニッポンゼロがお送りする企画は、男と女のあるある喧嘩祭。喧嘩祭り、ね、読み、はい、男から見た女のあるある、女から見た男のあるあるをリスナー同士で戦わせ合うあるある喧嘩祭り、うん、男から見て女のこういうとこが変、女から見てこういう男のこういうとこがキモいなど、あるある、男と女でディスり合うスペシャル企画となってます。イエイ。さらになんとですね、男側のキャプテンにはあるあるのスペシャリスト、レイザーラモン RG さんが登場してくれます。あるあるメールがすでに送られていますので、ちょっとじゃあこんな感じっていうのを紹介してみましょうか。はい、千葉県千葉市、ラジオネーム黒炭さん。最初のデートは、あ、これ男のあるあるですね。はい。最初のデートは映画館に連れて行きがち、そんで暗闇に紛れて手をつなぎがちということで。あ、女から見て男がそうしがちってことですか。そう。どうなんですかね、それは。経験が少ない。みんな。はい、次行きましょう。はい、続いて、これも男のあるある、女性から見てってことですね。はい。ラジオネーム、みかんココナッツさん。胸の大きさなんて全然気にしないよ、と言ってるやつに限って胸をジロジロ見てくる。女は気づいてるんだから。気づいてますよ。胸見られてんの気づいてますよ。じゃあ、私、おっぱい欲しいな。おっぱいね。じゃあ、次私、女のあるあるの方行きます。はい。ラジオネーム、地球ゴマさん。本当自分の顔嫌いと言いつつ SNS に自分の写メを上げがち。わかるわかる。あります。僕ブスとか言う人に限ってこうめっちゃ可愛いの載せんだよね。わかるわかる。我々はもう全然載せますよ。全然載せますよ。載せますよ。もうそれ。てか可愛いと思ってますもんね。うん、全然。おじいちゃんだって佐々木のぞみさんだと思ってる。そうそうそう。あ、でも私佐々木のぞみで、だから化粧すると佐々木のぞみになっちゃうから。あ、違う違う。すっぴんが佐々木のぞみだから、それだとちょっと顔でちょっと走りすぎちゃうかなと思って。化粧でごまかしてる、そう。次行こう。崩してる。はい、では私、東京都、ラジオネーム、今年のうちに結婚したいさん。これは男性の方ですね。女のあるあるです。はい。合コンで、可愛い子連れてきたよと言って、自分よりブサイクな子を連れてきがち。よく聞きますよね、これね。賢いけどね。そうなんだ。じゃあ、こんな感じで来週10月20日月曜日の、男と女のあるある喧嘩祭り、レーザーラモン RG さんをお迎えします。お楽しみに。はい、そして私たち赤い声の近況もお話ししましょう。ですね、ツアーが始まります。10月24日の福岡ドラム B1 を皮切りに、はい、まんまんツアーですね、始まります。いよいよぜひぜひ遊びに来てください。詳細の方は、赤い声の公式ホームページで詳しくチェックしてみてください。よろしくお願いします。それでは1曲お届けしたいと思います。先月出したセカンドフルアルバムの中から、赤い公園で東京ハーバーフィーチャリングクレバ。放送をキーステーション
送に全国ネットでナウオンエア。赤い公園のオールナイトニッポンゼロ。4時になりました。お送りしている赤い公園のオールナイトニッポンゼロ。ここで台風19号についての最新情報を上村解説委員に伝えてもらいます。よろしくお願いいたします。上村解説委員ありがとうございました。公演のオールナイトニッポンゼロ。今夜のスペシャル企画はモンスターハンター 4P! イエーイ。角テスカトル、ウィ、ウタボレアス、ボレ、シロタン、そしてここで朗報です。ババコンガ、はい、進化しました。ラージャンになりました。知ってますこれ。ババコンガって、はい、進化するとラージャンになるらしいんですけど、これもう一つ朗報があって、目からビーム出るそうです。超強いらしいです。ゴリラが空を飛んでる感じの。そう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 。これポケモン的なね、ピカチュウ、ライチュウ的なね、どんどん強くなっていきますから。怖いね。怖いわ。はい。こんな4体のモンスターがスタジオに現れました。リスナーハンターの面白メールでモンスターを笑わせて討伐してくださいというコーナーです。はい。あ、これ電話？繋がってる。違いますこれ。お、さすが早い電話に。あ、じゃあこれは。じゃあこれ誰行く、誰行くこれ、誰行くこれ、誰、誰が増え、あ、じゃあまあ電話受けてやるか。そうだね。もしもーし。もしもーし。ああ、はじめまして、赤い公園です。どうもー。はじめまして。ラジオネーム教えてください。はい、ラジオネームマッツーです。はい、マッツー、こんばんは。こんばんは。じゃあですね、じゃあこれせっかくなんで、はい、マッツー、笑わせたいモンスターを指名してください。あの、僕ですね、ちょっと今、途中から聞き始めたんで。こらえ、でも、このコーナーに送ってくれたんでしょ、だって。そうだね。このコーナーの趣旨分かってますか？分かってます。分かってます。あ、もうそしたら、名前分かってないってことだ。あの、角テスカトルっていうのとね。うい。はい。ウタボレアスっていうのとね。ボレ。はい。シロタンっていうのとね。んきゃっ。ラージャンっていうね、あの、目からビームが出る強いゴリラがいるんですけど、その4体のモンスターの中で、笑わせたいモンスターを1体選んでもらって、はい。ちょっとあなたと、マッツーと、私たちで対決ということで。なるほど。はい。一発ギャグなりなんなりを言ってもらって、どれ行きたい？はい、とりあえず、ちょっとした優しさを見せると、はい、角テスカトルは割と弱いです。うん、そうだね。下から言うと、角、うん、藤本、今んとこ佐藤歌川。そうだね。うん、歌ボレアス強いです、うん。って感じです。どこ行くかな。歌ボレアス強いです。どこ行くかな。歌ボレアス強いです。どこ行くかな。誰選ぶかな。じゃあ一番ゴリラに近い。ゴリラ、ごめんごめん。ちょっと待って。ごめんごめん。すいません。ゴリラに近いってどういうことですか。ゴリラ。最も人類でゴリラに近い方ですよ、ね。私ですね。わかりました。じゃあ、ラージャンね。ゴリラに近い方ですよねって何？ラージャン加えよう、じゃあ。ちょっとちょっと。じゃあ、ラージャン行くよ。じゃあ、ラージャンが笛を加えるので、はい、何か笑わせてください。この人。私、この人類一番ゴリラに近いのか。行きますぜ。大丈夫？はい、準備大丈夫？大丈夫です。じゃあ、クエストスタートです。どうぞ。僕のいとこがいるんですけど、その、いとこがまだちっちゃい時に、うん、お茶のパックがあって、はいはい、で、おはひらがなで、茶だけ漢字だったんで、はいはい、それを読めずに、周りの大人たちに、これ、お、何？お、何？ってずっと連呼してたっていう話です。ラージャン笑わねえよ。ラージャン笑わねえよ。マッツ、はい、人類で最もゴリラに近い、私はね、はい、オナニじゃ割らない。うん、言った、うん。もう一つ、やっぱ出直してきてもらわないと。残念。あ、ね、そうね、うん、これね、結構難しいのよ、マッツァのね、言い方みたいなのもあって。そうそう。うん、
ああ、難しい。話し方とかがあるからね。あのさ、松さ、はい、あの、負けたから、はい、あの、ちょっとあの、その場で土下座してもらっていい？その場で。全然見えないけど。参りましたって言いながら。形だけでも。ゴリラに参りましたね。ゴリラ、参りましたね。はい。それでは、はい。マッツの土下座まで、3、2、1、どうぞ。参りました。やってんのかな？それちゃんとこ、ちゃんと土下座してる？それ。してます。土下座してる？獅子、獅子ついてる？ちゃんと床に。カーペットにデコついてる？目の先は何が見えますか？でも片手で電話持ってるからね。そうだね。謝罪の王様？謝罪の王様？謝罪の王様大丈夫？いや、ちょっと、やっぱりもうちょっと腕磨いて出直してきてください。わかりました。よろしくお願いします。じゃあねー。ありがとうございます。またねー。おやすみー。はい。おやすみなさい。はーい。寝ちゃダメだよ。はい。いやいやいや。いやー、なかなかこれ難しいね。難しい。やっぱ読み方なんじゃないかな。読み方大事なんですかね。読み方ね。だってマッツ今ちょっと笑ってた。ちょっと照れがあった。あとね、伝わりづらい。あのね、声から伝わってくる情報としてはすっげーいいやつだね、多分。そうだね。すっげえいいやつだね。メールもなんか来てたりする。あ、テルがもう一件来てるそうですよ。もしもーし。もしもし。あ、ラジオネームお伺いしてもいいですか？あ、はい。私、ラジオネーム、ビチビチビチくまいと思ってます。はじめまして、赤い公園です。ビチビチビチくまいと申します。こんばんは。ちょっと、なんか、なんでその口調やばい。イケメンのかな。時々、うちにかかってくる、なんかすぐ、あ、ごめんなさい、ちょっと今、親いないんで、って言って、切る人に似てる。なんかちょっと、営業マンっぽい。営業マンっぽい。で、ビチビチビチくまいさんは、何をして笑わせてくれるのかな。一発ギャグ。あ、モノマネか。それじゃあ、倒したいモンスターいますか？ちょっとじゃあ、歌ぼれやす。歌ぼれやす。一番強いよ。強いよ。いいのか？難しいよ。今なら変更できるけど。いやでもね、歌ぼれやす向きのトーンだね。こう喋り方が。かもしれない。かもしれない症候群。じゃあ、ビチビチビチくまいで笑うけど。はい、どうぞ。お二人とも準備はよろしいですか？はい。はい、大丈夫。それでは、クエストスタートです。どうぞ。はい、じゃあ、化け物のモノマネをします。俺、山。歌ぼれやす、マジ。何それ。分かったの、もののけ姫の話。もう一回、もう一回行きたい、もう一回。ちょっと、じゃあ、笛なしで、はい、行きたい。はい。お願いします。俺、山、住む。歌ぼれやす、マジ、帰る。でも、俺、歌ぼれやす、ずっと、と、もう、が、怖いよ怖いよ、めっちゃおもろい。めっちゃ似てるし。ビチビチビチくまいさんはおいくつなの？24。なんでハテナついてんねん。モノマネじゃねえんじゃねえの、化け物なんじゃねえの。早まるなんで。じゃあなんかもう一個とかできる、モノマネ。引き出し。割といいぞ、開けてこ、開けてこ。あ、じゃあ、町に来て、山との違いに戸惑う化け物。じゃあ、これは、じゃあ、誰？これさ、一回じゃあ、みんな加えてみようよ。じゃあ、みんな用意できました。はい、できました。はい。じゃあ、町に来て、山との違いに戸惑う化け物のモノマネ。はい。クエスト、スタートです。どうぞ。ここ、水、流れている。でも、山、野原にしていた。これ、腰割って、お尻から出す。俺、馴染めない。同じじゃん、さっき。じゃあ待って、リクエストしていい？ビチビチビチク。ビチクマイな。あ、ビチビチビチクマイ、リクエストしていい？はい。山で、初めて、ラージャに出会った、化け物。これみんな加える？みんな加えます。ラージャンってモンハンのやつ。そうです、そうです、ゴリラですね。ラージャン知ってる？ラージャン、ラージャンは好きです、結構。あ、好きなんだ、ありがとう。私一応赤い声のラージャンって呼ばれてます。うるせえよ、そっくりですもんね、じゃねえよ。じゃあすいません。ビチビチビチくまい強いな。強いな。負けないぞ。じゃあビチビチビチくまいさんで、山で初めてラージャンに遭遇した化け物。はい。ラージャンでかい。でも、俺、戦う。ラージャン、みんな、死
怖い、だぜ怖い。ずるいよ。めっちゃずるいよ。まあでも分かっててやらせたからね。いやこれありがとう。はい。じゃあ、ビチビチビチくまえ、めっちゃ面白かったから、電話の前で土下座してください。めっちゃ面白かった。面白くてごめんなさいって。じゃあ、ビチビチビチくまえ。僕に土下座しながら喋ってますから。本当に分かってるね。すごいわ。じゃあ、ビチビチビチくまえ、面白くてごめんなさいって、大きな声で。はい、あ、化け物でお願いします。はい、わかりました。はい、はい、じゃあ、3、2、1、どうぞ。面白くてごめんなさいありがとうねバイバーイありがとうビチビチビチくん聞いてね最高やなはいそれでは秋の名曲を一曲お届けしたいと思います私が選曲しましたスピッツで楓上がるといえばあれだよあれ赤い公園のオールナイトニッポンゼロあげぽよー赤い公園のオールナイトニッポンゼロ今夜のスペシャル企画はモンスターハンター 4P! イエーイ盛り上がってまいりましたよこちらはいでは、選手すあモンスター紹介いたします選手角テスカトルウィン歌ボレアスボレシロタン、そして先ほど、ババコンガからラージャンに、進化しました、はい、こちらがですねまた一つ朗報です、ラージャン激高ラージャンに進化しました、ラージャンただのラージャンはあの目からビームが出るって言ったんですけど今回この激高ラージャンはまず金髪で金髪だそうでこれ金髪だよそうなんですよでいつも怒ってるそうであでも怒りが最高潮にもうシューンとそれになってクローローローって後ろに落ちるっていう激高ラージャンこの4体のモンスターがスタジオに現れましたリスナーハンターの面白メールでモンスターを笑わせて討伐してくださいはい、はい、じゃあちょっとモンスターとなるメンバー角さんいきますあ、私角テスカトルいきましょうかいいよ、ね、テスカトルが加えるってことうん、角テスカトル加えるじゃあ読みます歌ちゃんいきます歌はね、これ自信がないこれ、あ、でもこれちょっとあ、言いましょうかね、はい、いきましょうじゃあこれいきますねはいラジオネームヤザパイキチさんはい、はい、じゃあ角いきますよ角さんいいですかはい、じゃあここで一句肛門にイチゴを詰めてジャム作り。いや、これはね、イチゴを大好きな角さんからしたら、もう侮辱するなと。本当です食べ物で遊ぶなと。目が怒ってる。もう笑うとかじゃない。角テスカトル一言言ってやってください。いや、言葉も出ないわ。出てるー出てるなー出てるー食べ物で遊ぶんじゃありませんそうやでー肛門に挟むなんて言語道断やでー失格やで、これ。では次私行きます、はい。ラジオネーム、はい、石川かもにくん。はい。エコーお願いします。思春期に少年から脇毛を奪う。これ面白くない？もう言うあ、ギリギリだったこれ。もう一回耐えた。もう一回言ってみようか。もう一回じゃもう一回もう一回エコーお願いします。もっと感情込めて、込めて。思春期に少年から脇毛を奪う。そう続くって。道を外れていた脇毛を生やすまま。飾られた行き場のない押し寄せる人波に本当の幸せ教えてよ抜かれかけの脇毛やだラージャン乗せといてこれカモニくんかけるラージャンカモニくんフィーリングラージャン、まあ、こんなさこういうあの火事場のバカ力みたいなのさ、うん、まあ、うん、でもそれでも緊張するタイプじゃないあなたそうだねよく頑張ったなと思うごめん無茶振りしていやいや次電話行きましょうか電話が繋がってるはいもしもしもしもーす。あ、
ラジオネームお願いしてもいいですか？あ、パースケです。あ、北海道のパースケさん。パースケ、どうもね。赤い公園です。どうも。どうも。これは笑かしてくれるのかな？あ、笑かします。笑かします。来たよ、いいね。じゃあ、笑わせたいモンスターをちょっと指名できる制度なんですけど。はい。誰がいいですか？シロタンで。お、シロタン。ちょうど4人、ちょうど。じゃあ、シロタン。負けないぞあ、今笑ってくれたから。じゃあ、花で笑ってた、花で笑ってた。ホイッスル加えていただいて。やってください。パスケさんも準備よろしいですか？はい、大丈夫です。それでは、パスケ VS シロタン、クエストスタートです。どうぞ。賞味期限が2013年10月8日の牛乳を今、嗅ぎます。これはずるい。いやそれめっちゃ面白い。それ待って、もう一回言って、賞味期限。リアルな。賞味期限は2013年10月8日です。え、1年前。もうそれってさ、1年過ぎる、賞味期限1年過ぎた牛乳ってどんな様子なの？見た目。色は？色は？ゼラチン状のコーヒー牛乳の上に、粉チーズが乗ってる。あ、分離してんだ。やばいじゃん。でも白ではないんだ。白じゃないですね。それ絶対ただ、もう一回嗅いでみて。もう一回だけ嗅いでみてください。はい。もう一回嗅いでみてください。もっと近づけて、はい、で、良ければ、ちょっと、ペロッと。じゃあ、はい、嗅ぎます。本当のやつだ。すごい。ありがとうございました。今夜もたくさんのメールありがとうございました。いい匂い嗅いで寝てくださいね。大事だね。フレッシュしてね。バスケさんには芳香剤をプレゼントします。日本放送をキーステーションに全国ネットでナウオンエア。赤い公園のオールナイトニッポンゼロ。はい、赤い公園のオールナイトニッポンゼロ、そろそろお別れの時間となりました。はい、早いね、今日も早い。早い、あっという間ですよ、これ。まだでも3回目だもんね。でも今日もあれだね、新コーナーもありましたし、ね、どうでした？ 4P ね、 4P ね、お尻とか。最後普通に 4P って言ったな。 4P ね、 4P ね、 4P、 モンスターハンター 4P ね。いやでもやっぱ誰が一番強かったかな。あー、笑い。あ、でもやっぱ歌川さんだね。私だ。なんだっけ、歌川バレロだっけ、なんだっけ、歌ボレアス、歌ボレアスか。いやでもね、本当にね、こうまあ1時間ちょっとやってきましたけど、うん、もう全然モンハン知らない。そうなんだよね、みんな知らないよ。唯一私やってるけど、私すら全然よくわかんない。このなんか日本放送が私たちだから何時間か前に入って、6階にさ、ちょっと休憩スペースみたいなのがあるじゃない、うんうんうん、でなんかあそこ行ったら誰か構ってくれるかなと思って、うん、だからこのオールナイトニッポンゼロの今日のスタッフさんたちもいたんだけど、みんな狩り行ってて、へみんな狩り行ってて、ちっとも構ってくれない、ね、あの飯食うってやつすごい、ね、モンハン用語ね。そう、なんかそういう用語があるらしくて、そもそもだからそのなんか 4G が出たってことでしょ。そう、モンスターハンターの 4G が出たんだ。あ、あ、そりゃこうなるわな。そんなにこうどん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 ハントしてったらさ、いなくなっちゃうんじゃないの？え、何が？モンスターが。でもだから今スタッフさん言ってたけど、その 4G が出た次の日に打ち合わせしてたからこういう企画になったっていう、なんかそういう感じだから、今後もなんか日本に翻弄されていくよ。そうだ。だってさ、Siri とかもだってさ、あれでしょ？今流行って iPhone6 が出て。次何来るかな、次何が流行るんだろう、世間は何来るんだ、怖い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 。でもあれだね、なんか激高ラージャンに会いたくなった。ね、ちょっと初めたくなった。そうだ、対面したいよね。見たいね、見た目がこれ見たい。あのくる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 、金髪のゴリラが天空からくるくるくるってなるでしょ。そう、体験したいよ。電話もね、電話もね、ビチビチビチクマイはすごかった。ビチクマイすごかった。すごいな、今日の MVP じゃないけど、ビチビチビチクマイ、ビチビチビチ。牛乳も体張ったけど、おーいっつー。でもみんなね、ほんと起きててくれてね、ね、ありがとうございます。メールの件数も増えてるんじゃないですかね。ね、
あのこんな感じで来週からも番組では皆さんからのメールをお待ちしてます。詳しくはオールナイトニッポンのホームページをチェックしてください。はい、はいはい、そして、来週は男と女のあるある喧嘩祭りということで、来週、RG さんゲストで来てくださいます。はい、お待ちしています。楽しみ。はい、今夜は最後までお付き合いありがとうございました。ノッティビーをご覧の方は引き続きよろしくお願いいたします。ということで赤い公園のオールナイトニッポンゼロ、また来週お会いしましょう。せーの、バイバイ。